はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今日はアイスを買ってきたんですけど、いやー、昨日から暑くてですね、アイスが食いたくて食いたくてしょうがなくて、そしたらですね、まあちょっと友達から情報が入りまして、今日、発売です。ファミマで発売になりました。こちら、不思議な食感トルコ風アイス、チョコミント味。なんかこればっこうのチョコミントばっかり宣伝じゃねえや言ってると、俺がチョコミントが大好きみたいじゃないですかね。え、まあということで作っていきましょう。はい、じゃあ開けていきたいと思います。どんな感じかな。でもね、正直量的にはね、ファミマの同じチョコミントならチョコミントがぎっしりかなんかあっちの方が断然量があって美味しいんだよね。よいしょ。わかんない、トルコアイスってなんだっけ、伸びるんだっけね。え、硬いから伸びもしないよ、ほら。あ、でもちょっと弾力が、でも普通、あー、確かに、ちょっと粘土っぽい感じだね。少し溶けてくるといいのかな。くそー、本物のトルコアイスを見のようにはならないね。困ったなー。あ、ちょっとビヨーンってしだした。もうちょっと溶けるのを待ちましょうね。え、イメージこんな風になりたいじゃん、なんかこう伸ばしてね。まあ普通のアイスと確かに違うけんね。え、確かにちょっとね、弾力があって、あー、ちょっと溶けた方がいいのかな。あー、まあ冷えすぎなんですねこれ。うん、もうちょっと、なんだ、時間置けばよかった。わあ、こうして混ぜてるとね、ねるねるねるねを思い出すよね。よいしょ。あー、でも確かに伸びるね。あー、俺これ溶けるまで待っとかなくちゃダメかな。めちゃくちゃ食べたいんだけど。これ伸びる前に溶ける、食べちゃうんじゃね。やっぱ少し溶かして、でもこのトルコアイスってなんだろう、伸びるだけで普通のアイスとどう違うんだろうね。ほら、少し伸びてきたね。よいしょ。もういっか、食べるか。ね、いただきまーす。あ、なんか、滑らか。いつも食べてるやつと違う。なんだろう。なんか普通のアイスだとシャキシャキって感じだけど、なんかこれツルツルしてる。うん、あー、美味しいね。
美味しいけどやっぱりぎっしりの方が好き。まあそういうことで今日はここまでです。それでは。